皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、アララギをリーダーで使っていこうと思います。はい、全パル2倍にね、闇をね、消すと、攻撃力9倍で、2色以上同時でダメージ軽減1コンボ加算、固定1ダメージっていうキャラですね。今回はこのアララギを使っていきます。はい、どんなパーティーで使うかと言いますと、こちらのパーティーですね、相方ネレで使っていきます。アララギね、ネレの相方として結構強くて、76リーダーとしてかなり一緒なんですよね。で、スキルブーストも多くて相性めっちゃ良くて、しかもめちゃめちゃ強いと思うんで、実際に使っていこうと思います。はい、ネレはね、この前強化入ってて4ターンで吸収無効を打てるバケモンになってまして、めちゃめちゃ強いんですけど、このネレと組み合わせるのはこんな感じのパーティーですね。はい、サクラですね。こちらは伊達政宗継承で、もうね、変身させてエンハンス要因で使っていきます。持ってない人は闇属性のエンハンス要因、バルディターンとかですね、そこから辺のキャラを積んでもらえれば OK です。ターン短いってことでサクラ採用しています。そしてレギンレイブですね。はい、レギンレイブはこちら。ルシー武器つけてます。毒暗闇耐性で OK です。はい。そしてもう一体こっちはバルディターンですね。こっちも、普通にスキルブース武器でつけてます。完全にレギンレイブとして使っていきます。そしてアララギですね。こちらは、はい。こんな感じ。バルディターンつけてあげてます。って感じですね。はい。で、最後にこちら、アララギですね。ネレ装備継承って感じの編成です。こんな感じの編成を使って、今日は実際に、アララギとネレの組み合わせの良さを紹介していけたらなと思っております。じゃあ、ウラシャラで使っていきましょう。やっていきます。はい。で、1階層はネレ変身してあげて、こんな感じで普通に殴っていきます。はい。で、水だけいらないんで、水消してあげて、これで、はい、OK ですね。こんな感じで削ってあげて、ラスト、闇の列で突破していきます。でね、これで何してるかっていうと、リーダーのネレのスキルダメですね。3階層で打つようにネレのスキルダメしてますって感じ。こんな感じかな。はい、これでしっかりと、まずはネレのスキルダメしながら突破していきます。十分な火力出ると思うんでね。いや、普通に火力高いな。うん。ネレに関してはね、何ターンだ1ターン貯めれれば OK かな。1ターン貯めて突破して OK ですね。1ターンだけ必ず耐久してくださいって感じで、パズル教室はめっちゃ難しいんだけど、今日はパズパスバッジつけてるんで3秒伸びてます。はい、5秒あります、余裕。まあ、ネレの指延長待ってなおさら簡単ですね。はい、こんな感じで消してあげて、コンボ禁止もまあ難しいんですけど、76ってね、まあ、言うてパズパスバッジなら簡単ですね。OK。 はい、で、ラス1回しっかりと全消ししていきます。こんな感じでやってあげれば、ここも余裕だと思います。であとは、ここ普通に突破して3回それでネレ打つだけですね。はい。まあ、パズパスバッチなんでいけると思います。僕、パズパスバッチに絶対的な信頼を得てるんで。はい、こんな感じで突破していきます。やっぱパズパスバッチずるいね、これ。はい、これで突破していきます。で、続きまして、3回層ですね。はい、溜まっとるやないかい。溜まられるとそれはそれで困るよね。うん。悪くないっちゃ悪くないんやけど困るよね。とりあえず、サクラだけ打ってあげて、ネレ打ちましょう。で、まあこんな感じでしてあげれば回復もできるしね、問題ないと思います。はい。ゲゲも貼れるんでね。溜まっちゃってるんで打っちゃいましょう、どっちも。いや、どっちもそうもったいねえな。だったら、いや、なんか溜まりすぎじゃないちょっとこれ。じゃあもう打っちゃおっか。打ちまーす。言うて闇7個は意外と盤面的にも呼べそうなんで、まあ、そこは根性で何とかしていきます。闇6個か、ごめんなさい。ネレ強化入ってね、6個で良くなったんで。ネレの使い勝手の良さめちゃめちゃいいからね。闇属性が注目されてなかったからちょっとそんなに評価上がってなかったですけど、相方としてアララギめちゃめちゃ強いんでね、1コンボ加算もあって、なおかつ追い打ちもあって火力も出せるっていうね、なかなかバケモンなキャラがね、リーダーとサブに来たんで、2体持ってる人はめちゃめちゃ強いと思う。まあ、正直今回はあのね、嘘偽りなく強いパーティーを紹介したかったんで、めちゃめちゃ編成内容上がってますけど、実際ここまでガチガチに組まなくても強いですからね。全然サクラとかバルディターンでいいしね、バルディターン自体もまあ強いキャラなんですけど、正直言ってレギンレイブもこんなね、2体も積まなくてもね、闇作成闇ドロップ呼んであげれば全然 OK なんで、ね、76だったら意外と呼べると思うんで。はい、で5階層ですね。ここは普通にお邪魔目覚めを無視してあげるように、残り1ターンで突破していきます。で、ここは桜打って OK なんで、やばい。何あぶね。OK。こんな感じかな。1コンボ加算が地味に嬉しくて、6コンボしか組めんくてもご了承してくれるんで、めっちゃありがたいですね。やっぱこの1コンボ加算ってでかいっすよ。はい。これで、しっかりと1コンボ加算で8コンボで火力出していきます。いや、これで倒せないんかい。いや、発狂かやめてね。発狂するんかい。さすがにね、まあ、この遠征10強がメインですから、一応火力的には。さすがにね。さすがにって感じですけど。
言うてルーレットあるうちは7個も全然いいと思います。はい、こんな感じで突破していってください。じゃあちょっとレギンレイブ溜まるまでじゃあ一旦カットしようかな。とりあえずカット。はい、突破していきました。で6階層に関してはですね、アルラトゥは普通に、後半で桜打ってあげれば OK。 デボラに関しては火属性も木属性もいないんで問題ないです。人が気積んでる場合はね、レ打ってあげて OK です。はい、アラルギに継承してると思うんですけどね。でここは普通にレギンレイブ打ってあげて覚醒無効決戦ドロップ回復で突破していきます。はい、こんな感じで闇ドロップが盤面に6個あればいいんですけど、なかなか危ないですね。ギリギリですけど突破していきます。やっぱアララギ76で使うとダメだな、この性能強すぎるな。ちょっとお邪魔耐性だけ 100% じゃないんですけど、言うてネレもありますしサクラもあるのでなんとかなると思います。ここはサクラでいいです。まあただ76っていうのはね、正直前半はもう強すぎた遊びなんですよ。正直言うとブラシャラで使う場合は本当に後半ゲーなんで、後半頑張っていきましょうって感じで、まあ、こんな感じでまず突破していきます。5、6、7、8、9、10、11、OK。 高火力でぶっ倒していく。闇消すだけで攻撃9倍でさ、2色ゲーして軽減1コモカさん固定1ダメージって言ってることやべえよな、ガチで。はい。で、ここは、もう11コンボ組むしかないんですけど、ここもコンボカさんが地味に生きてくれて、なおかつ指バッチつけてるんで安心して組めると思います。長いっすね、指。何秒なんだろう、後で見よっか。はい、こんな感じ。これで余裕で11コンボ組んであげて、火力出して、桜の火力、レギンレイブの火力、アララギの火力でぶっ倒していきます。各自マシンキラー積みまくってますし、アララギに関しては7億1000万出してるんでね、今ので。なかなかやばいだろ、これ。10強7強でスキブロックのやつが出していい火力ではない。うん。本当に強いな。闇ドロップが 1,2,3,4,5,6,7 個あるので桜打ってあげて、どこに来る、ふっ、見ろ、 OK、 いきまーす。闇5,6,7,8、一番下に入れれば OK だから、こんな感じでちょっと超暗い意味で分かりづらいけど無効貫組んで削っていきます。はい、無効貫通はもうね、普通にレギンレープとかも軽く出せるんで余裕で削れると思います。OK。で、もう一発投げていきましょうかと。はい、ここも無効貫もう一発組んで開けて突破していきます。76はね、超クレームがめんどくさいですからね。あと、レギンレープ打つのだけ忘れないようにしていきます。遅延食らっとるやないかい。ここでも食らうんですけどね。はい、5ターン遅延食らっちゃうんで、ここはまず左側倒してあげてスキルダメするのが得策です。それでいきましょうかと。はい、ここはネレがね4ターンで打てるようになってるんでね、めちゃめちゃ強いんで、こんな感じで突破していきます。やっぱネレ優秀ですね。でこっから18階層とあと22階層以外ではあんまりネレも使わないんで、まあ適当に打てるかなって感じです。レギンレイブあと2ターンなんで2ターンだけ耐久していきましょう。これはしゃあない、2ターン耐久します。はい、マジで2色消しで軽減貼れるの本当にチートだよなこれ。ガチでこの世界の治安がおかしくなるぞこんなんしてたら。二色消し経験はやばいな。しかも二色消し追い打ちよ。やばない。こんな感じで、はい。追い打ちと、さらに軽減も晴れて、火力も高い。ちょっと荒らぎ片方を入れとくだけでね、ネレパーティーの安定感がえぐいからね。サブにも入れれば火力もやばいから、ちょっとバケモンすぎへんだけど火力がさっきから。おかしくないか？もうこれは言いたくないけど、闇属性もなかなか強くなりましたね。いや正直、強いって言っちゃうと、なんか嘘になっちゃうんですよ。今ってやっぱり火と木の時代なんで、そう、めんどくさいから、その強いの語弊があるから言いたくないんですけど、ただ強いわ、これは。本当にね、闇属性って、めちゃめちゃ強い属性だったんですけど、周りの属性が強くなりすぎて、あんまり注目されなくなったんですよ。それに対して、アララギのサブ性能とリーダー性能が高すぎて、マジで。一気に強くなったんだ。だってこれ今、11億とか出てるんだよ。アララギの、こっち、7強、10強の方。7強3つに向こう側の方も9億出てるから、ね、ちょっとバケモンすぎないかって感じですね。まあ、今回の編成がめちゃめちゃ闇ドロキを積んでるとか闇列を積んでるっていうのは当然あるんですよ。当然あるんですけど、それを踏まえても強すぎるって感じ。でこの編成は、よいしょ。闇以外にドロキをつかないんで、こんな感じでぶっ倒していきます。あとはレギンレイブだけ打ち合わせれないようにって感じですね。はい。ここも桜打ってあげて、レギンレイブ打ちます。で、このままぶっ倒しましょう。桜エンハンス打ってあげて、なおかつ HP がね、高ければ、普通に完走すると思います。桜が。で、余裕で倒せますって感じ。よいしょ。こんな感じかな。よつる取れないかい。OK。こんな感じで突破していきます。OK。これで、しっかりと桜の火力が出るので、はい、13億ぶっ倒していく。やっぱそっか、レギンリムの目、振りすぎやろ、いくらなんでも。軽減率もね、イタフレで 43.75% 軽減なので、当然耐えれます。
てかそもそも言いたいけどさ、荒垣さん二色消しのくせにね、25% 軽減持ってるのずるいよね、マジで。どっかの炭治郎とかやつもさ、火の4消しでさ、なんかね、25% 軽減できちゃうじゃん。あいつもやべえけどさ、このポンもやばいよね。いや、なんで今の火力カンスト3人いたぞ。桜の炎波だけでやばい。で、列でしっかりと火力出していきます。この演出のいいところは、泥強と列でダブルで火力出せるんで、かなり火力が上がるところかな。向こう側も火力当然ぶち上がるんだけど、結構列も火力上がります。ワルディターンがめっちゃいるので、6か9ありますね、列が。で、さらに闇コンボ強化、闇トロ強も乗ると、こんな感じで、12億出るわけですね、荒木が。強くね、マジで、12億は。はい。で、ここちょっとね、レギンレブ打ち忘れてましたけど、打っちゃっていいかな。打ちましょう。はい。打っちゃって、で、桜打ちましょう。桜打ちで闇3個生成してもらって、列で削り切っていきます。もうこんなはっきりと余裕なんで、7コンボさえ組んであげれば OK。これで、しっかりと5、6、7、8で突破していきます。OK! 突破していく。強い。で、続きまして、18階層ですね。吸収無効は、ネイル打ちます。はい、リーダーのネイル打ってあげて、これで吸収無効1ターン限定打ってあげての、無効感で、ケツ打っていきますが、オッケー、ちょっと今パズルミスしそうだったんだけど、こんな感じかな。ちょっとこれ突破できないとめんどくさいんですよね。4ターン耐久しなきゃダメなんで、必ず1ターン突破したいんでね、ちゃんと組んであげて突破していきます。向こう側の組みは余裕で削れます。当然よね、桜もいるしね。地球階層奇跡の奇跡ですね。ここはもう耐久必須なんで仕方ない。で、まあレギンレブ貯めたい場合は少し耐久してからでもいいと思いますが、まあ賞味耐久しなくてもいける。まあでも強いて言うと、ちょっとあいつがめんどくさいかな。あの3名がめんどくさいですね。あとはそんな耐久する必要もないんで、もういっちゃいます、このまま。あと、レギンレームに遅延振るの全然 OK ですからね、もちろん。遅延振っていただいても全然構いません。今回マシンキラーの火力欲しくて、マシンキラー存続してますけど、まあ厳密にはキラー入り替えるのめんどくさかったんですけど、全然変えてもらっても OK です。そしてチーリンドラゴンの奇跡が欲しいので、ちょっとチーリンドラゴン来ていただいてお願いします。はい。普通にチータラ欲しいです。お願いします。結構マジでお願いします。はっ！にゃんでやね。え、20階層、誰？ヨユですね。なおさら OK。ヨユとかに関しては、もう正直めんどくさいキャラなんで、レギンレイブ、溜めつつ耐久って感じで OK だと思いますが、やっぱマナーとしてね、うちの編成はヨユ階層一発ぶん殴るってマナーがあるんで、ちょっと一発だけぶん殴らせてもらいましょう。はい。ちゃんと盤面最大組みたいんで、無効貫通と列は組めなかったんで、闇さんの2コンボっすね。ちょっと盤面最大組めてませんけど、いや、めちゃめちゃ削るやん、どういうことやねん。で、これに関しては回復力高いんで、二色軽減で十分耐えれると思います。なのでレギンレーブ溜まってない場合でも、こんな感じで軽減貼ってあげながら回復していけば、これ回復力見てほしいんだけど、2万とかあるんだよね。回復2コンボで4万5000、こんな感じで回復するんで、普通に耐久できると思うんで耐久してください。OK! じゃあここで突破していきます。レギンレイブ打ってあげて、桜打ちましょう。最悪ネルも打てるんで、まあ大丈夫ですね。新3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。OK! いきます。しっかりと無効貫通組んであげて、なおかつ闇、回復、木、闇、回復、光、火ですね。OK! こんな感じで組んであげて、毒残っちゃってますけど、しゃあない。毒目覚めの残りカスを使いながら、こんな感じで13コンボ HP も全回復しながら効果力でぶっ倒していきます。さくらなめんなよマジで。はい、で4位のおかげで落ち込んだしも削れたんで、いい感じじゃないかな。はい、じゃあ皆さんね、やりたかったことやっていこうと思います。まずネレ打っちゃいましょう。ネレ打ちます。そしてバルディターン打ちます。もう何がしたいか皆さん分かると思います。いきましょう。8、9、12、 OK、 いきます。こんだけ火力高い編成でさ、ワンパンしない理由がなくないか。やばい、これ闇だと思うんだけど信用できない。自分は信用せずにちゃんと組んでいきます。多分合ってると思う。無効感を含みながら7、8、9。こんなんさ、削れないわけがなくない。はい、一瞬でワンパンと。これがしたかったんよ。さあ続きまして、ボス誰？控えめのはいいんすか？いいんですか？光メノアで。
オッケー、了解です。まずは当然ネレ打ちます。言わずもがなネレ打ってあげて、属性吸収ダメージ吸収無効を2ターンですね。 OK で7、8、9、10、13、 OK いきます。こっちかな、こっちで組んであげましょう。これ有利属性取れる上にエンハンス乗るんで、ちょっとバケモン級の火力出ると思うんだけど、おっとここでユーコロさん盤面がわからない。ちゃんと盤面見ればよかったですね。ただまあ言うて無効感8コンボなんで十分、9コンボ10コンボ。さあこれでそりゃそうなるでしょ。でロックされたらうざいけど、もうされても関係ない。本当は無効感が良かったんですけど、十分削り切れると思います。いきましょう。レギンレムだけ打ってあげて、あとは落ち込んだエレでいきます。倒せなかったら負けなんですけど、倒せない理由がないんでいきますね。フラグじゃないことを祈ります。ドロキョウもしっかりと入れながら、しっかりと10コンボも入れてあげて、8、9、10コンボ。落ち込んなしだけど、これでしっかりとぶっ倒していきます。こんな感じでした。はい、いかがでしょうか。今日はね、アララギをね、76で使っていました。アララギのポテンシャルがリーダーでもサブでも高すぎて、なかなかやばかったの伝わったと思います。闇属性も結構これから来るんじゃないかって期待してはいるんでね、アララギ交換しようか迷ってる人はこんな使い方もあるよってことをしておいてください。じゃあチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。